ジャップニングストーリーズ。よー、こんにちは。私はアリです。日本語学科の2年生です。今日はよろしくお願いします。こんにちは。私はアナンドです。私も日本語を勉強している2年生です。今日はよろしくお願いします。アナンドさん。はい。アナンドさんの私に対しての初めての印象はどうでしたか？そうですね。大学に入った後で、オリエンテーションの時は、アリさんは今もう卒業した先輩とペラペラな日本語で話していましたね。その時私の考えはこうでした。この人は、ペラペラな日本語で話しています。どうして日本語学科に入ったのですか？でも時間につれてアリさんのことを分かってきました。アリさんはペラペラな日本語で話せます。でも他の学科に入ると日本語を忘れてしまいます。と日本語学科に入ると日本に行く機会もありますね。私に対してアリさんの最初の意見はどうでしたか？そうですね。大学が始まった後で、その数日後でアナンドさんは授業で真面目に勉強している人だなというようにというふうに考えるようになったんですね。そうですか。それで、はい、誰かに初めて聞かれました。はい。でそれからは、まあ、それでもあまり私たちは話しませんでしたが。でも1年も経ってから会話の授業で劇がありましたね。その劇はチームに分かれて、私たちは同じチームになって、そのことがきっかけで私たちは仲が良くなってたと思います。そうですね。はい。でもそれは1年間後でですね。1年間ずっと私たちは友達でもなりませんでしたね。確かにそうですね。でもその劇の練習もが終わっても、その数ヶ月後も、例えばアナンドさんの部屋でも電話でもその劇の練習を続けましたね。そうですね。私たちは自分のことに忙しかったんです。でも急にその劇の練習始まりましたね。確かに。その後も一緒に、確かに今学期に入ってから一緒に昼ご飯を食べたり、図書館で長い時間といえば 2時間も3時間も勉強しますね、一緒に。そうですね。外で行ってアイスクリームを食べたり、そういうこともできます。休憩の時そうしますね。はい。私はアリさんのスクーターで何回も乗りましたね。そうですね。その昼間が終わってから、例えば暑い日で、特に暑い日の時とスクーターに乗ってついと図書館に行きますね。そうですね。じゃあアリさんの分は私は歌をなりますね。例えばアリさんはこう分を言いました。私はこのその分を歌に変えましたね、何回も。あ、そうですね。私の言うことは歌の風に歌ってくれるんですね、冗談としては時々、はい、今は今学期に入ってからほとんど日本語でしか話してませんね。そうですね。私はハリさんのおかげで日本語を話せる相手ができましたよ。ハリさんもそう思いますか？私も本当にそう思います。これからも1年間もほとんど日本語で話していったら、同時に私たちは日本語が上手になるでしょうね。そうですね。私は今アリさんのレベルの話をできませんね。でも私はできるだけ頑張っています。はい。何か問題があったらアリさんに
聞くとアリさんがきっと答えますね。はい、これからも、ご指導くださいね。はい、よろしくお願いします。はい、で 私は思うのは、劇の後でも仲が良くなっていった理由は同じ目標を持っていますから、私たちは。そうですね、気合いも同じ、大体同じです。はい、卒業の後で日本語の文部科学省が、賞金を、の賞金をもらって日本で留学するつもりですね、私たちは。そうですね。で、そのおかげで、その理由があってこそ、私たちはずっと一緒に勉強してますね、その目標に向かって。そうですね。ヒンディ語の有名な筆者が一度言いましたよ。プレムちゃんという。友達になるのに、気合が同じになるのが必要です。確かに、お互いに勉強が大好きで同じ目標を持っているこそ、あと私たちは仲が良くなってきたと思います。そうです。今からもこの先もよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。皆さん、今日はご清聴ありがとうございました。こちらはアリでした。こちらはアナンドでした。ありがとうございます。ではまた。ジャックニングストーリーズ。よー。